皆さん、こんにちは、こんばんは。今日はですね、私は今までネイルと無縁でした。マニキュアも、ネイルサロンも行ったことは数回しかないんですけども、一応ね、持ってるんですよ。ね、そのご紹介と、あと実際手に塗ってみようと思ってます。はい。ただ、そのマニキュアじゃなくて、ネイルシールというものがあるじゃないですか。それをね、買ってみたので、そちらをちょっとね、やってみようと思いまして、紹介からしていきます。2つあるんですよ。もうちょっと、こういう風にね。これはダイソーで買える引き出しなんですけど、1つがね、こういう風に開けるタイプになってます。それを2つ置いてあって、で、ずっとネイルに無縁だったので、使わないでいたんですけど、例えば福袋とか、ラッキーバッグとか、ああいうのだとネイルが1本2本入ってたりするのがあって、まあ私使わないんで人にあげたりしてたんですけど、まあどうしても何本か残っているもののやつなんですけど、ネイルシールなら、まあ、すぐ貼って剥がせるしってことでちょっと買ったものが置いてあるんですけど、ほんとそんなにないし、もう古いんですよ。なんですけど、ちょっとご紹介します。全然ほんと使ってないから、これ大丈夫なのかなと思うんですけど、これ、こういうラメが入った白いものなんですけど、目に塗ったらすごく可愛くて、はい、9点で当時売ってて買ったんですけど、そのシリーズが、これがピンク、うん、で、これが黄色なんですけど、全部可愛いんですよ。何年前だろう、もう結構前です、本当7、8年前かな。とかだと思うんですけど、一応持っていて、あとはレブロンのやつとかが多いんですけど、こんな色です。はい。のレブロンを持っているのと、今の季節これいいかもしれないですよね。あと付録、雑誌の付録でも、ついてきたこの色と、こういう紫、パープルかのやつと、これなんか一応これはスピード、乾くのが早いタイプのものですね。これもラメで、ゴールドですね。赤かな。ファーストドライネイル、エナメル。エナメルらしいです。よくわかんなくてすいません。結構派手なピンク、光沢が入ってるようなピンク。これもピンクですね。スピーディーフィニッシュの805番のやつです。これ以上なんですよ。これしか持ってない。これでも持ってる方ですね、私の中で。今の職業は大丈夫なので、使えるようになったということで、はい。ネイルシールもね、これからご紹介するんですけども。とりあえずは、ネイル、マニキュアはご紹介だけなんですけど、今回は、ちょっと可愛くて買った。あともう一個ね、これ、パラドゥのね、ネイルもこれ、ファンミーティングに行った時に、使ったものです。これも、はい。これすごい塗りやすいし、乾くの早いし、楽でした。はい。ネイルシールなんですけど、一応ね、こういう、何か、爪やすりみたいなのとか、オイルとか、ネイルシールに使う、こういうなんかね、削ってやるやつもあります。100均で売ってるこう、爪をこうケアする時のものは持ってるんですけど、やったことがないんです。だからすごい不安だし、本当にね、ネイルには無縁で生きてきたので、今からね、このネイルシールをせっかくならやろうとは思ってるんですけど、下手くそなので、見てる方イライラしちゃうかもしれないんですけど、そこら辺はちょっとご了承をいただくと嬉しいです。貼って、余分なとこ剥がすだけだとは思うんですけど、なんたって不器用で、ネイルに無縁で生きてきた女が、こういう風なちゃんとできるかっていうのをね、見守っててください。紹介していきますね。9点で買ったものですね、こちらは。はい、可愛いなと思って買いました。こういうなんか、黒とゴールドのやつと、あと、シルバーにピンクの、
水玉模様みたいなやつが入ってるやつがあったので、ちょっと可愛いなと思って、これね1枚確かいくらだったかな、30円とかそんなんで売ってたんで買ってみました。ダイソーのものなんですけど、こういうジュエリーネイルシール、こういうもの昔買ったんですよ、うん、こういうなんか鼻のやつとかね、これも可愛い、韓国っぽいですね、これも。これもこんな感じの。ここは爪の部分に貼るやつかな。爪が割れちゃうんで、ほぼ伸ばさないんで、これ使えんのかなって感じはします。これフライングタイガーなんですけど、これですね。こういう、可愛い感じ。だから花柄が好きなのかなっていうのがよくわかるんですけど、あとなんかこういうね、大人っぽいデザインのやつを、結構昔に買いました。こんな感じですね。それしか持ってないんですよ。今回どれを使おうかなと思ったんですけど、何にしますかね。後ろにやり方が書いてあるので、それに沿ってちょっとやってみたいと思います。手や足の爪にご使用ください。爪に貼ってください。ネイルデコシールを爪の大きさに合わせて切り、同封されている爪ヤスリを使用してください。クリアな透明なマニキュアを上から塗ってください。透明がないぞ。貼らなくても大丈夫かな。とりあえずやってみます。トップコート的なものを使わないから荒れちゃったんですよ多分。なのでてか絶対持ってないんで、とりあえず開けます。見てもらうとわかんないけど、ちっちゃいんですよ親指でさえ。ちっちゃいので、そんなに表面にね、使わないんですよ。だから切らなきゃいけないって感じですね。はい。を剥がしまして、そしてこれを貼り付けていきます。緊張するな。こう剥がしました。貼るとね、こんな感じになるわけですよ。手がちっちゃい分、逆これ。こんな感じです。貼ったんですけど、見事にちっちゃいですね。余分なとこをハサミで切っていきます。簡単だから貼るだけだし、誰でもできるっちゃできるんですけど、不器用だしこういうネイルをやらないので戸惑ってます。なんか全体的に大きい気がするぞ。まだ切らなきゃダメですよねこれ。ハサミじゃなくてネイル用のハサミ切った方がいい、使った方がいいのかなこれ。本当ね、私爪が弱いのでほとんどね、深爪状態なんですよ。なのでね、ほとんどシールの意味がないかなと思っちゃってるんですけど、でもね、せっかくなので、やってみたいと思いまして、まずこんな感じでできたんですけど、合ってますかね？はい。もうちょっとね、爪が大きければね、もっと綺麗にできるんですけど、でも可愛いですね。こうやったら私、マニキュアの方がいいのかもしれない。今回はこれでいきます。動画が長くなりそうですが、まあちょっと進めてまたね、はい、お見せしたいと思います。ヤスリがあるのでね、ヤスリやると結構汚くなっちゃうな。失敗しちゃった。小指あたりはね、小指のとこなんか余りまくるんだろうな私。こういう風にね、はい、小指をこう貼り付けます。これすっごいね。なんかさ、すぐダメになっちゃう。これやっぱり。これ私が貼るとこんなですよ。すっごい余る。切らなきゃダメですね、ほんと。爪に合わせるのは。私の場合さ、ほとんどが可愛いとこなくなっちゃうんじゃないかな。こんな感じで形をね、ちょっと変だけど、整えてまた貼ってるんですけど、難しい。こんな感じですね。やっと爪の形に合ってきた。ちょっとね。ちょっとこの小指だけの工程を乗せて、今回は終わりますね。こんな感じですね。可愛いっちゃ可愛いですよね。こんな感じで仕上げたものを、全部仕上げたものは SNS にこの動画を上げた時に上げますので、はい、こんな感じだということで、はい、ちょっと実践してみました。
どうですかね。やっぱりこう考えるとネイルシールも慣れが必要っていうことと、あとなんだかんだ言ってマニキュアとかジェルネイルが楽でいいってことを、はい、分かりましたね。簡単そうだけど不器用な私には難しいんだなっていう感じです。親指失敗しちゃったので、とりあえずなんか小指できそうかなと思ってやってみたんですけど、なんたってこう見てると爪が小さいとやっぱやりづらいですね。でもね、買ったからにはちょっと使いたいので、他にもね、もし使うことがあったら使いたいと思っております。皆さんはやっぱりネイルサロンとか行ってやってんですかね。私はもうネイルサロンにほんと一回とかしか行ったことなくて、あとなんかモニターで爪を練習させてくださいってやってくださる方のところに一回行ったことあるぐらいで、1日2日で落とすマニキュアとかはやるんですけど、ね、ずっとこう1ヶ月2ヶ月こうずっとつけてくっていう経験がほとんどないので、うん、こうやってつけられるのはちょっと嬉しいんですけど、はい、今度ね、ネイルサロンにも行ってみたいですね。はい、自分でね、セルフでやるのもいいんですけど、まあ、たまにはね、おしゃれの一環というか、まあ、気分転換とかでね、そういうのしてもいいでもいいなっていう感じの感想でした。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Twitter、Instagram、フォローよろしくお願いします。YouTube ライブは土曜日の夜、基本的に1週間に1回お休みする時もありますけどやってます。ふわっちと Twitter も不定期でやっておりますので、通知、フォローなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。